こんにちは。私はクラスメソッドでソリューションアーキテクトをしております石川悟と言います。このセッションではデータ分析を支える技術、データ分析基盤再入門というタイトルでお話し,します。簡単に自己紹介をさせていただきます。普段はデータ分析基盤の設計や開発、コンサルの傍ら、デベロッパーズ IO でデータ分析関連の技術ブログを書いています。 AWS の認定エンジニア、Snowflake の認定エンジニアとして、本日はデータ分析基盤についてお話しいたします。本日のアジェンダです。わかりそうでわからないデータ分析基盤。何のために導入して、どのようにデータを集め、どのような構成でデータを管理、蓄積するのか。欲しいデータの所在や仕様の管理など、コンサルの現場で尋ねられる疑問について解説します。 最初にデータ分析基盤とは蓄積した大量のデータを高速に分析してビジネスに活用できるためのプラットフォームを意味しますさまざまな部門に分散したデータを集めそのデータを分析しやすく変換分析の目的ごとにデータを作成蓄積 データを安全に一元管理してデータを提供する。現在は DX デジタルトランスフォーメーションによるビジネス変革に対する期待と高まりとともにデータ分析のみならずデータの収集や機械学習周辺サービスを統合したデータ利活用基盤と呼ばれる機会も多くあります。データ分析基盤の導入の目的は 組織内のの新たな洞察をを導きデータ間の関係を発見します組織内に散らばっているさまざまなデータを集約分析しそこから新たな洞察を導き分析を行うことでデータ同士の相関関係や因果関係を発見することです新たな洞察や分析結果などデータに基づいたビジネスの意思決定に生かす企業が さまざまな分析を利活用して、新しいビジネスモデルを生み出したり、業務や組織を変化させたりすることで、企業の成長を促し、競争力を強化することが期待されます。データ分析で用いられる分析クエリーは、オンライン分析処理、オンラインアナリティクスプロセッシングであり、基幹システムなどで用いられる OLTP データベースと、 アクセス特性が異なります。オンライン分析処理 OLAP は、大量のレコードの中の少数の列だけをの読み出しが多く、ようやく統計、レコード数、合計、平均など、計算した結果をユーザーに返したり、テーブルに保存します。データ分析基盤の構成要素とその範囲について解説します。まず、 DWH データウウェアハウスです DWH はデータウェアハウスの略でデータの倉庫を意味します膨大な量のデータを分析しやすく検索できるように蓄積したデータベースです構造化データ反構造化データの処理に適していますデータはクレンジング結合変換が実施され信頼できるデータシングルソースオブトゥルースを蓄積します 意思決定支援や、BI、ツールにおいて利用されます従来の DWH のストレージは高価で生データを全て保存するための容量を確保するのが困難という解説がありましたが最新のクラウドサービス上の DWH はストレージとコンピューティングが分離されておりストレージはデータレイクと同じオブジェクトストレージに保存されます次にデータレイクです データレイクはあらゆる規模の構造化データ及び非構造化データを管理、探索、共有、分析できる一元管理された安全なリポジトリです。データレイクはデータをそのままの形で蓄積します。Apache Hive Metastore で構造化データとメタデータの関係を一元管理すると Spark や Presto、Amazon Athena など のクエリーエンジンを用いてデータをクエリできます。データレイクはクエリーエンジンや機械学習から利用されます。機械学習の特徴量エンジニアリングはデータレイクのようにそのままの形で蓄積されたデータの方が向いている場合があります。これまでの解説を聞くとデータレイクが 万能なものと捉えられてしまうかもしれません。しかし、データレイクは DWH のような分析力やトランザクションのサポート、データ品質の保証がなく、柔軟なアップサートはできません。この課題を解決すべく製品やサービスも登場しています。Apache Foodie、Databricks Delta Lake、AWS Lake Formation ーー、ガバナードテーブル r こちらはプレビューとなっています。データレイクはスキーマオンリードといって、クエリーの実行時にスキーマを適用してデータを処理しますので、データ品質が悪いとクエリーの実行が失敗します。しかし、これら製品やサービスでは、データをそれぞれのフォーマットに変換する際に、スキーマバリデーション、つまりデータの検証を実施することで、データの品質を保証します。 最後にご紹介するのがレイクハウスです。先ほどご紹介した DWH とデータレイクの互いに良いところを持ち合わせたレイクハウスが登場し、この新しいアーキテクチャを採用した構成をレイクハウスアーキテクチャと呼びます。DWH ではデータレイクのようなストレージとコンピューティングを分離した柔軟かつコスト効率の良いアーキテクチャを採用し、データレイク上のデータや OLTP データベースのライブデータに対して直接クエリを実行してデータを統合できるように進化しています。一方、データレイクでは DWH のような SQL による柔軟なアップサートやトランザクションのサポート、データ品質の保証、スキーマバリデーションができるように互いに進化を遂げています。実際のレイクハウスアーキテクチャは ベンダーごとに機能が異なります。データ分析が担う範囲について解説します。競技のデータ分析基盤は DWH と ETL ツールと BI ツールでしたが、現在はデータレイクを含むのが一般的です。分析データの用途は BI ツールはもちろん意思決定支援に機械学習、真相学習が利用されています。 欲しいデータの所在や使用の管理にはデータカタログで一元管理します。ソースデータからデータマートまでのデータのトレースにはデータ,にデータリネージが用いられます。今後 DX の流れで外部データの収集やシステム連携まで広がりが見られるでしょう。あくまでも一例ですが、ここでは実際のデータ処理の流れについて解説します。 部門のデータを一箇所に集めるには、部門の DB からデータをエクスポートします。エクスポートしたファイルを S3 にアップロードします。S3 のデータを DWH のステージング層の作業用テーブルにロードします。データのロードができたことで、データ型に大きなフィッチがないこと、SQL でデータ変換、いわゆる ELT ができる準備が整いました。 ステージング層のデータをクレンジングして結果を DWH 層に時系列で蓄積します。DWH 層のデータを集計してデータマートを作成し時系列で蓄積します。最後に BI システムの利用者はデータマートを利用してデータを可視化、参照します。一方アナリストは DWH 層のデータを用いてデータを探索して得られた洞察から 新たなデータマートを作成します。実際のデータの流れの解説は以上です。実際のデータ変換パターンの用語について補足します。ETL ツールなどでデータを変換してロードする方式を ETL と呼びます。一方、ステージングエリア、いわゆる作業用テーブルにデータをロードした後、SQL でデータを変換する方式を ELT と呼びます。ETLT は ETL をした後にさらに SQL などでデータを変換するパターンです。DWH のコンピューティングがスケールアウトに対応しています。今後は多くのエンジニアが馴染みがある SQL でデータを変換する ELT や ETLT でデータを変換することをお勧めします。 データ分析基盤のデデーータタ管理ににままつつわる要件について解説しますデータガバナンスとはデータを取り巻く一連の組織が目標を達成する上で情報を効果的かつ効率的に使用するためのプロセス役割ポリシー標準評価指標を定義することです。 ビジネスや組織全体で使用されるデータの品質とセキュリティを保障するプロセスと責任を確立します。データガバナンスに従い、データスチュワードが方針を策定、データ利活用に関わる各組織に各種運営や会議体の推進を主導します。まだ国内で実践できている企業は多くないことが予想されますが、 データ利活用の本格化に伴い、データガバナンスの重要性が顕在化するでしょう。個人情報やパーソナルデータの取り扱いについて、GDPR を前提にセンシティブなデータの取り扱いを見直すことを推奨します。個人情報やパーソナルデータの格納であれば、GDPR の要件に対応できるような対処、体制が必要となります。 分析用途では匿名化・発ュ化したデータで分析要件は満たせないか検討してください。例えば個人情報やパーソナルデータを直接扱うことなく分析を行い、発ュ化したキー情報と分析結果のみを連携するなどのワークアラウンドを検討してください。ここではデータカタログとデータリネージを紹介します。 データカタログはデータソースとなる DB のメタデータを収集して検索によって欲しいデータを探索するツールです。各システムごとのデータの場所、意味、データ型などのメタデータを把握します。データリネージはデータの生成経路を明らかにしてデータパイプラインを管理します。例えばデータの生成クエリを修正する際、 データの生成経路を確認して、影響範囲を特定できます。データの探索やデータを理解するだけでなく、データガバナンスの強化に役立つツールとしても有効です。ここでは、データ分析基盤の今後についてピックアップします。データシェアリングは、データのコピーや移動することなく、データを共有するクラウドの強みを生かした機能です。 データ分析基盤の物理的な統合から論理的な統合へ従来はさまざまな部門のデータを横断的に分析するためにはデータを一つの DWH で一元管理する必要がありました物理的にサイロ化していたとしてもデータシェアリングを用いることで論理的にデータを統合が可能になりました。 今後は部門ごとにデータ分析基盤を運用して他の部門のデータ分析基盤との間で互いにデータを共有することも可能になります。次に大規模データ分析基盤のハブスポーク構成です。データシェアリングを用いることでハブになる環境とデータを利用する環境を分離することも可能です。データを利用する環境ごとのインスタンスのサイジングや 利用費を分けることが可能になりますさらにハブになるデータ分析基盤の SLA に依存しない運用が可能になります Dev と Ops のように対立しやすい関係にあった両部門が協調することにより開発をスムーズにする取り組みを指す DevOps のカルチャーとプラクティスをデータ分析・ 機械学習分野に応用したのがデータオプスや ML オプスです。システムの CICD、継続的インテグレーションや継続的デリバリーとともに使われることもあります。今後、データの利活用が進むにつれて、頻繁に発生する連携データの追加や更新をスムーズにする取り組みがさらに求められると考えられます。 本日お話しさせていただいたただことを簡単にまずデータ分析基盤とは蓄積した大量のデータを高速に分析してビジネスに活用するためのプラットフォームです組織内の新たな洞察を導きデータ間の関係を発見して新たな洞察や分析結果などデータに基づいた意思決定に生かすことが目的です そしてデータ分析のデータの特性は、機関の DB と異なるため、データ分析基盤にデータを集め、分析をする必要があります。最近のデータ分析基盤に関する傾向ですが、データの利活用が進み、データガバナンスの重要性や、データカタログ、データリネージの期待が高くなっています。個人情報やパーソナルデータを取り扱う場合は、 GDPR の要件を鑑みて検討が必要になりますデータ分析基盤のアーキテクチャは DWH やデータレイクからレイクハウスが主流になることが予想されますデータシェアリングはデータのコピーやデータを移動することなくデータを共有することによってサイロ化の軽減が期待できますいろいろと説明させていただきましたが改めてデータ分析基盤とは何かを 定義させていただきますデータ分析基盤とは業務知識を持つ事業会社の皆様がデータ分析に専念できる環境それこそがデータ分析基盤です本日一番お伝えしたかったのはこの点です最後に一つお知らせがありますデータアナリティクス事業本部コンサルティングチームではデータ分析の民主化データ分析 機械学習の内製化支援をする仲間を募集しています。AWS Google Cloud Engineer として入社した後、ソリューションアーキテクトやコンサルタントへのキャリアアップも歓迎しますので、ご興味があればエントリーしてください。ということで、データ分析を支える技術、データ分析基盤再入門というセッションは以上となります。ご清聴ありがとうございました。